マッキントッシュ XL マッキントッシュ XL はアップルがかつて販売したアップル、リザの改良型のパソコンである。マッキントッシュ XL にはマクアークス x l が同梱されていた。これはマッキントッシュ 128K のエミュレーターである。マッキントッシュはリザに見切りをつけたアップルがより市場にマッチした製品として開発したパソコンである。リザ OS のみを同梱する。 マッキントッシュ XL と同型のマシンは、リザに、銃として販売されたが、大量に売れ残った。マッキントッシュ XL は 400K3.5、フロッピーディスクドライブを持ち、内部に、独自の 10MB 容量のウィジェットハードディスク備えて、いて、5内し 10MB の外部プロファイル、ハードドライブを、パラレルインターフェースカードで装着することもできた。ユタ州ーーガンのサンリーマークティング社は、 マクアークスプラスをマクアークス XL の後継として開発した。マクアークスプラスは Apple のマッキントッシュプラスと互換性があり、800K3.5 フロッピーディスクと MacOS が6.03までサポートされた。さらにマクアークスプラス2においては Macs 7.55まで対応した。1985年9月に Apple が XL の販売をやめた後3リーマークティング社が多くのアップルの在庫を買い取り、アップルの許諾の下でマクアークスプラスの更新と販売をマッキントッシュプロフェッショナルのブランドで言った。ありがとうございます。